美容室の出店を考えています。美容室の立地ですが、やはり駅前とか繁華街とかの方が集客しやすいでしょうか。そういうところは賃料が高く悩んでいます。これ実は非常に大きな間違いというかですね、昔の常識が変わらずに現代に引き継がれているっていうのがこの方の考え方なんですね。昔はやっぱり駅前とか繁華街がやっぱり集客しやすいと思われがちだったんですけれども、実は今ですね、どうでしょう、10年20年前に比べてホットペッパーもありますよね、ホームページもあります。いろんなものがあってですね、もうどこに店舗があろうがお客さんが自分から見つけてくれるんですね。住所入れたら Google でそこにポンって出てくれますし、なので実はこの駅前と繁華街、駅前や繁華街集客できたっていうのは昔でいう広告宣伝手段がなかったから、露出の高いところに、出すとやっぱり広告宣伝の代わりになって、まあ、来てもらいやすいという大前提があったんですね。けれども今ですね、もう広告手段がたくさんありまして、どこにあっても問題ありません。なので私は駅前繁華街に出店するっていうことは一切、計画にはしません。なぜなら、おっしゃるように、この質問でもあるようにですね、どうしても高くなってしまいます、賃料が。なので、まあ非常に不利になると。しかも今やっぱりですね、まあ、よっぽどの都会でなければ車文化ですので、駅前とか繁華街だと車で行けないので、ちょっと行こうかな、むしろ行くのに、負荷がかかってしまうんですね、お客さんに。なので私の選定する立地はですね、車で行きやすい地域、なので、それを見るのに一番いい方法はですね、まあ、流行ってるスーパーの近くっていうのが非常にいいですね。やっぱり流行ってるスーパーってそのスーパーの品揃えがいいのもあるんですけれども、やっぱり行きやすいっていうのがね、大きくあるんですね。なので流行ってるスーパーの周辺の立地っていうのは、おそらくその地域の人がそこに行きやすいんですね。こればっかりはでも出してみるまでわからないので、出す前から把握することってできない。まあ大体当たりをつけることはできるんですけれども、なのでそういった場合私たちがすごく気にしてみるのが、まあ流行ってるスーパーがあるかどうかっていうことです。そしてまあ車を止めるのに十分な駐車場があるのかっていうことですね。なので実は、大型道路は逆に大型道路周辺っていうのはあまりお勧めしません。なんでかっていうとですね、渡るのに結構大変だったりとか、してですね、ちょっとそういったことが億劫になってしまうということもあります。なので私たちは大型道路の一つ、ちょっとそれより小さい道路、不便ではないけれども交通量も少なく渡りやすいみたいな道路沿いに作ることをすごく意識して作っています。まとめると、駅前繁華街っていうのは昔の常識で考えられた、昔のまあインフラですね、昔の状況に応じて、広告状況によって作られたもので、現状はそれが当てはまりません。むしろマイナスの要素になっていることが多いです。実際これはもう原宿とかですねはですね、美容室は非常に大変だと、家賃が高いけど集客効果はそれほど家賃ほどないというようなことも起こってますので、そういったことからもですね、現実的にはもう現状どこに出しても集客はできます。そんなことであればですね、住宅地の多いところを出すことをお勧めしますし、簡単なのはやっぱり流行ってるスーパー、車で行くスーパーが流行ってるスーパーがあるところの近くで、大型道路よりも小さい道路のところに出すと、そして駐車場もあると、そういったところ、周りにさらに周りに住宅地がある、そういったところを意識して店舗を探すとですね、家賃も全然高くならないので、リスクも少なくですね、でも集客効果はある、そういった場所に出店することができますので、そこを意識してやってみてください。